シネマ借りては東京都新宿区新宿3丁目の新宿のはビル地下1階にある映画館2012年12月22日開館にスクリーンを有しスクリーン1の座席数は96席スクリーン2の座席数は78席運営は武蔵野工業株式会社であり武蔵野工業は新宿武蔵野館も運営しているクリップ 新宿武蔵野館武蔵野工業は1920年開館の新宿武蔵野館も運営している。1968年には武蔵野ビルを改装し7階にロード召館として新宿武蔵野館が再開館した。1994年には同一ビルの3階にミニシアターとしてシネマカリテ1.23が開館した。シネマカリテ1.23は1990年代の ミニシアターブームを牽引したとされる。2002年の改装の際には、新宿武蔵野館が、新宿武蔵野館1に、シネマカリテ1.23が、新宿武蔵野二2.34に解消され、シネマカリテという名称が消えた。2003年には、新宿武蔵野館1が閉館し、新宿武蔵野二2.34が、新宿武蔵野一1.23に解消された。 1996年には、甲府武蔵野間の一時代大館として、山梨県甲府市の甲府ワシントンホテルプラザに、甲府シネマ借りて1.2が開館。この映画館は2001年に閉館している。シネマ借りてがある、新宿駅、東口シネマ借りて1階入り口表示2012年9月、武蔵野工業は、新宿のはビルの地下1階に2スクリーンの、 シネマカリテを開設すると発表した。同年12月22日、シネマカリテが開館した。座席数は100席と78席。開館公演は、ルイーズ・ブルゴワン主演の、理想の出産と、キアヌ・リーブス制作のドキュメンタリー、サイドバイサイドフィルムから、デジタルシネマへ。かつてと同じ名称を選んだ理由として、支配人のモロイクヒコは、 主玉の作品を上映していくという方針を改めてアピールしたかったと語っている。2016年6月には坂本淳次監督作、団地。2017年1月にはジャンリュック・ゴダール監督作、離れ離れにが公開。同12月には松岡真宙主演、勝手に震えてろのヒットもあった。なお、同館における歴代興行収入1位の作品は、 2018年4月27日公開の君の名前で僕を呼んで。2020年は新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の影響により4月4日から5月31日まで武蔵野館と共に臨時休館した。2021年4月27日から5月11日も同様の理由から営業を休止している。借り手はフランス語で 高級なという意味を持つ。様々な年代やライフスタイルの人間が行き交う、新宿という場所に合わせた多様なジャンルの作品を上映しているのが、シネマカリテの特徴である。メインの観客層は20から30代から、年配の女性であり、女性は複数で連れ立って、男性は一人で2から3本をはしごする観客が、いるという。水槽に展示されている生物の霊ロビー奥には、 大きな水槽が設置されており、ロブスター上映時にはロブスターを展示し、ホラー映画の上映時には奇怪な姿の深海魚を展示するなど、上映作品によって中身を入れ替えている。うつぼやサメが展示されていたこともある。ロビーには上映作品にちなんだ衣装や小道具も展示されている。ノーアビル地下1階は劇場用に設計された場所ではなく、 シネマカリテの開館前には居酒屋として使用されていた。ホールは左右非対称の形状をしている。シネマカリテはコンセッションを設置していない。飲料やパンなどの自動販売機が設置されており、施設外からの飲食物の持ち込みも可能としている。武蔵野工業は山梨県にルーツを持つ企業であるため、自動販売機では気境や野気境を震源持ち合いスも販売されている。 フランスキネット社製の座席を使用している。シネマ借り手に通じる階段夜間のノアビル2013年12月には20世紀スタジオによるアート系レーベルサーチライトピクチャーズの常設スクリーンとなった。第1弾のセッションズや第2弾のザイストなど年間6本程度のサーチライト作品を上映している。 サーチライト作品はそれまで、年3本ほどしか日本で公開されておらず、シネマカリテが常設スクリーンとなったことで、日本での公開本数が増加した。2013年からは、カリテファンタスティック、シネマコレクションという特集上映を行っている。ジャンルや制作国は様々であり、新作、旧作、未公開作をまとめて上映している。人気作品は発売開始直後に、 売り切れとなる人気企画であり、配給会社から持ち込まれる作品も上映している。なお、2020年度は先日の新型コロナウイルス感染症の影響により、カリコレの開催が見送られた。劇場未公開で DVD が発売された作品に焦点を当てた、オート借りてオト借りてという特集上映も行っている。観客のリクエストに応じて入場料五百円での ブルーレイ上映を行っており、隠れた人気特集となっている。オートカリテはフランス語で高品質を意味する。第1弾としては、ネット上で公開に向けた署名運動が行われたプレミアムラッシュが上映され、連日ほぼ満席となる盛況ぶりだった。Q20 世紀フォックス Q フォックスサーチライトピクチャーズ。ありがとうございます。